皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年12月29日、9時48分。昨日、皇居行ってきたんですけども、アポイントがないということで、会ってもらえませんでした。あれだけ伝えていてもです。で、先ほど、数日前に、日本テレビ放送網株式会社日テレさんの方で放送されていた、ミュージックアワーかな、今年一番どうこうみたいな、名称の番組なんですけども、その出演者の人たちにね伝えたんですよ。途中まで見ていて、それから、見るのやめて、それから28日に皇居行って、その結果をその後伝えてるんですけども、ちょっとねもうひげ剃ってる場合とかじゃないんで、まず上白石なんとかっていうもの、もともと西条という名前でテレビ出ていて、2002年サンパレス六甲で私の部下として働いていませんでした。でそもそもで言うと、そのものも反応の仕方おかしいんですよ。僕はね、コンピューターさん、この人たちに、淡井圭介の喋ってる音声伝えてくださいって言っていて、多分それ相応の内容が伝わってるはずなんですよ。だけども、本人は笑ってしまう。誰が一番苦しんでると思うって言っても笑ってしまう。本人がその時何が聞こえてきてるかっていうことを詳細、聞かなきゃわからないんですけども、男性のアナウンサーの人は、まだ誠実な態度を示していました。笑わない。だこれ、皇宮警察の方たちも見てもらってると思うんですけども、昨日、まあ、対応していただいた、まあ、名前聞いたの吉本さんだけでしたけども、他の人たちも見覚えあります。それ、後で歩き始めてから、思い出しました。で、これね、何が問題かって言ったら、僕は、皇居へたどり着いた時に、河川水門開式玉発電とかの話をしても、皆さん知らなかったでしょ？僕は、僕と、結婚話とかをしてテレビに出た人たちの話も皆さん覚えてなかったでしょ。それ何回か僕話してるんですよ。で、だからホームページは淡井圭介の履歴というものを、作って、皆さんプライベートの時間帯も利用して状況を見てもらったらわかるかと思うんですけど、河川水門開式玉発電とか地下水流トンネル発電に関しては、原発何十基分に当たるかどうかわからない。世界中で行えば何百基分もしくは 何千基分に相当するような電力が得られるかもしれない。だけども、何一つ進んでない。これが、もう二十何年間経過していて、世界でその当時の頃からその話を知っていた人たちからしたら、政府の人たちはね、もう日本ほんとどうするつもりやねんっていうことになってくると思うんですよ。っていうのは、僕は若い頃の石油の残存量、二十歳ぐらいの頃がね、採掘、技術的に採掘可能埋蔵量が、69年分。これは国連の統計で発表されています。で、2011年ぐらいのデータで、59年分。2022年のデータで54年分なんですよ。で、2021年から2022年にかけては自然再生可能エネルギーを世界中で普及させていて、全電力の 10% 以上を、多くの先進諸国で上乗せしてきています。賄えるようにしてきました。上乗せするような形でね。もともとほとんどパーセンテージなかったんですよ。水力に関しては水力で別で分けて統計出してるんですけども、世界国勢図税で。で、世界国勢税っていうものが、毎年だいたい9月ぐらいに発売される、まあ、国連の統計者、集計者データなんですよ。で、これ、まあ、皇宮警察や、まあ、一般の警察官の方たちにも、込みで、お伝えしてるんですけども、この方式を、その電波を使ってね、この辺、を歩いたりだとか、する方法っていうのは間違いです。これは、しっかりと法廷で決まってることなんです。言われてるんです、裁判官に。テレビ出演者のものな、ものなんとか。で、それを聞いて、ある程度、僕は二十歳ぐらいの頃に、テレビ出演者の人間たちは、自分たちの方から淡井さんに電話をかけるっていうことをちゃんと言ってるんです。
言えない人もテレビ出ちゃダメよって。その時どうなったかって言ったら、僕の方は僕の方で、いろんな人から電話をかかってきたけども、電話をかけてきた人間が他の人間に電話が変わったりしてたんですよ。だからもう何してるかもよくわからないし、何を言いたいかもよくわからないし、その結婚話云々のところがどうなのかっていうところとかもよくわからないから。で、物事は後から詳細が分かってきたんですけども、例えば2002年、経団連の会長になった米倉さんは、まあ、女優の米倉涼子さんの親族、まあ、どちらかというと米倉会長の、親族は米倉涼子さんだったかもしれない。ただ、その意図は、神戸市長田区出身で阪神淡路大震災被災者のはずなんですよ。で、安倍晋三さんは神戸製鉄所、要するに神戸製鋼の役員をされてたんですね。で、まあ、岸信介という元総理の子孫でもあって、被災者でもあると思うんですよ。だそういう人たちが選ばれて、かなり、まあ、総理になったりだとか、テレビ出演したりだとか、例えば深田恭子というものは東京都出身ということになってますけども、僕の同級生だった森恭子というものが深田恭子と名乗ってテレビ出演をしていた可能性が非常に高い。で、ラルク・アンシエルの、ドラムのひろゆきというものは、僕は神戸市兵庫区出身だったんですけども、まあ、阪神淡路大震災の被災地ど真ん中です。で、その東山小学校の、まあ、神戸市兵庫区東山町っていうところがあるんですけども、そこに東山小学校というものがあった。その後、夢の小学校という名前に変わってるんですけども、その東山小学校の同級生だったんですよ。で、子供の頃から、あとはソフィアというバンド、僕よりまあ、年上の方たちのバンドで、まあ、当時、それなりに、まあ、メジャーデビューした後、まあ、ベスト10とかに曲は何曲か、入ってきたバンドなんですけども、そちらの方たちも兵庫県出身なんですよ。ボーカルの松岡さんは絶対間違いありません。で、小学生の頃から僕と会っています。ラルク・アンシエル自体が関西出身というような形なんですけど、まあ、個人個人がどこの、都道府県出身なのか分かりませんけども、まあ、兵庫県である可能性が高い。まあ、僕の同級生だったものはそういうものであって、で、もともとそういう話自体が、1997年8年、僕は神戸市立ホテルフルーツフラーバーグ勤務時に、その当時皇太子殿下だった成人様や雅子様や、その当時の、平成の天皇陛下などが、その未来から聞こえてくる声に関して、で、まあ、やっぱりこの人だということで、まあ、芸能界のことを僕に任せるだとか、まあ、それスポーツの勝ち負けも含めてですよ。地方交付税法とかが あるのと、あと、スタジアムとかオリンピック関係に関しては税金が投入されてますから、あと、まあ、優勝回数とかもそれでいかなければならない。だからスポーツの勝ち負けも僕は取り組んでいた。だけど僕もそれも降りたい。誰も一銭もお金払ってくれないから。優勝しても。球団としても。何のためにこんなに苦しい思いしてるのかわからない、本当に。で、その辺のところの、内容についてね、法廷で、その、絶対に降りれる話とか、家の中で電波で攻撃されないとか、そういうものがなかった。家で電波で攻撃されて、いろんな音声とか聞かされてるんですよ。それが検察庁機能かもしれない。いついつ誰がどういうふうに絡んできたとか。だけども、それじゃあそれを聞かされたら、僕は家の中でずっとストレスが溜まる。今外に来てる連中が言ってきてるんじゃないかとか、実際僕は映像で捉えて、そいつが喋ってきたとか、それも抑えてるんですよ。だからもともとそういうふうなことがあって、2003年に自宅の裏手にある原山整骨院というものは解体されてる。それ裁判所の判決があって、それに背いた即逮捕なんですけども、淡井圭介の件とかで、
間違った判断を下した人間とかがそこで働くようなシステムがいつの間にか出来上がっていた。つまり、青井圭介に対して喧嘩を打ってくるような奴らばっかりが集まってきていたっていうことになるんですよ。だけど、青山警察署はそういった人間に青井圭介が注意しただけで、叱ったりしただけで、僕を精神病院に入院させるんですよ。で、その精神病院の入院先は誰が医者になってたかって言ったら、例えば、西宮市の人命会病院は、警察官で永田と名乗っていたもので、秀和株式会社というところで勤務していた時は佐喜多と名乗ってたんですよ。そこで竹縄って名乗ってた人も警察官の制服を着ていました。有馬警察署でその姿を見ました。だけども僕に対して長時間労働させてるんですよ、店長の頃。竹縄っていう人はね、300何十時間。その翌年に、警察官の佐喜多っていうものも、官か警察か分からないですよ。店長竹縄、課長佐喜多。だからもう警察手帳で永田だとかもうどうでもいいじゃないですか。もう警察官は警察官だとか、警察は警察だとか、警察手帳なんせ持っていたと。そういう人たちが上司について、警察官2人でやっと1月の労働時間が280時間ぐらいになったっていうことなんですよ。週5日の勤務になって、新人の年は2000年から2001年の頃で300何十時間勤務させられていて、で、厚生年金も入れてくれてない。もうないない尽くし。供託金まで取られて、で、そのお金の返済もない。会社からの支払いも。もっと早めの段階で言うと、1997年、8年の頃からいろんなことがあって、この人に訴えられた警察も危ないっていう状態になっていた。で、行政がスーパーコンピューターを持っている。経費富岳を。行政の都合のいいようにしか聞こえない。で、感情までコントロールされてるように見える。ワンピースという集英社さんの漫画は、淡井圭介の話を軸によってもともと作られてるんです。だから悪魔の実、スマイルというものが出てきた。笑う。ただ僕はテレビを見ていて本当のことを伝えれば伝えるほど、真面目に対応するには対応するんですけども、そうじゃない人は笑う。じゃあ、それを一般公開されたときに、あなたたちどういう非難を受けるか分かってますかっていうことなんですよ。分かってないんですよ。自分たちは守られてるって思ってるから。で、これは、別の話ね、淡井圭介の話をしないで、その話を上げつらって、僕の、違う方向からの記事を書くとか、それはなし。じゃあ、君たちも加担者だっていうことになる。そういう記事を書いたものは。正直に淡井圭介はいついつどこでどういうふうなことがあって、そこの関係者であって、淡井圭介さんがテレビに向かって言う方法、未来からの時間軸で聞こえてくる方法を使って、本人にこれは聞こえてると。だけども本人は会うとか、笑ってものを言ったりだとか、そういうことでしか対応しない。で、会うといった人間は淡井圭介と会って話し合いしたかって言ったら、いないんです。ゼロ。この十何年間以上で、まず間違いなく。僕が声をかけても返事しないんです。宇賀なつみというアナウンサーに声かけまして、返事しませんでした。欅坂の、一応センターを、初期の頃務めていた平手というものがいましたけども、声かけましたけども、無視されました。じゃあ、こちらもお前らふざけんなよっていうことになります。で、平手に関しては、東京行った時も僕の横を通り過ぎて、で、背後にね、その関係者と思われる者たちが絡んできてるんですよ。ヘラ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 笑いながら。僕も我慢の限界が来て、欅坂というグループ自体、僕の提案で作られたもので、こういう歌詞、こういう曲、こういうものがありますよって言って、それはその当時の政治とかに当てはめた部分もある程度あります。それで大成功してるんですよ。淡い形成ルートがあるから。なお僕はもう我慢の限界来て、もうちょっと平手の一杯一体何なんて。誰のおかげで売れたと思ってんのって。
淡井圭介がこんなに困ってるのに、阪神・淡路大震災の被災者を助けるっていう話で物事始まってるのに、誰も助けてないじゃないって。ただただ利用してただけじゃないって。助けるふりをしてって。誰の手柄になってたのって。政治のことなら政治家さんの手柄になっていた。厳しい言い方をすると。今言ったら好き嫌いは別にしておきます。その政治家の人たちにどういう事情があったかわかりませんから。で、例えば、公明党の元代表なのか、現在も代表なのかわかりませんけど、山口さん。あの人、プロ野球選手の福本豊さんでしょ？もう偽名使うなしにしないと。政治家にもなって、プロ野球場で解説者になったり、福本豊としてテレビ出演したりとか、まあ、あんまり遊んでるのと変わらないじゃないって。で、みんなはみんなこんなことしてたんでしょ？無理ですよ。だ僕の自然再生可能域、河川水門開始山発電と地下水流トンネル発電とか、あと鎌田発電とかそういったものが普及しなかった。鎌田発電に関しては、学生の頃からエネルギーの残存量問題っていうのをきちっと教えてなかったら、無駄に車買ってその辺走り回る。で、役員の人を見ると高級車乗ってる。加工するのに大量のエネルギーが必要なんですよ。電車バス徒歩でほとんどのところが行ける。昼間の電車はガラガラである。役員さんが仕事で移動するなら電車バス徒歩でしょって。車乗る必要ない。車用車なんだったらもっと乗る必要がない。買う必要がないって。それだったらそんなにね、人材派遣業法とか昭和63年に作って、ね、長い間の雇用期間とか用意しないで、有給休暇もない、退職金もない、いろんなものがなかった。住居手当、扶養手当も。まあ、無労働者は持たない。2003年にとどめとばかりに個人情報関係が出来上がって、極端な少子化が発生してる。で、上の方はずっと一族経営みたいな形で物事を動かしてる。仕事がある。その人たちの子孫は、生まれる。スーパーコンピューター系富岳まで味方してる可能性がある。絶対物事これ進まない。で、滅びるしかない。これ選択肢として。ずっと人口は減っていくから、もう2003年からもうこうなってるの。男性と女性のこの生まれてくる横のこの棒グラフはこうなってるから、ほとんど。で、もっと言うと、本当の人口統計に関しては51番に記載しています。政府が発表している数字は出してますけど、その後僕は YouTube で言ってる内容の方が重要なんです。1億2000万人ほど日本人がいるということになってますけども、その3分の1ぐらいもあり得ます。本当のところ。家の件数で数えるとどう見てもそうしか見えません。で、出生率がそうなってしまった。出生率というか、生まれてきている人の数はもうこうなってしまった後なんですよ。じゃあこれどうなるかって言ったら、民間企業お金も払わなくなるんですよ。で、ワールドビジネスサテライトという経済番組、テレビ東京の、22時などから始まってる番組。まあ、それも僕から言って時間帯変えてもらってるんですけども、遅すぎると。スポーツコーナーは基本的にないんだから、もう22時からでいいじゃないって。21時もいいぐらいって。でしょ？残業手当、深夜手当欲しかったんでしょって。で、そのワールドビジネスサテライトが、純利益が出たとか言うんですよ、すぐに。都合のいい話を。で、その内容は、百貨店と百貨店同じ、例えば、系列のものがあって、そこのうち1店舗を廃業して、で、そこの抱えてた顧客を、もう一つの、店舗の方に来るように誘導をして純利益出してるだけ。当たり前じゃないですか。人口は減ってるんだから。で、佳子さまに関しても今年の10月、2023年の10月に私の自宅の横、私の横を通り過ぎたみたいなんですけど、向こうから声かけてないです、僕に。で、マスクしてるか分かんない、分からない。本当に。だって目元だけで似てる人なんかいくらでも存在すぎますもん。
で、僕から声をかけたときに、佳子さまはすぐにマスクを外して、秋篠宮家の佳子ですって自分の口から言うんだったらわかるけども、それ電波で言ってきてるから、本人である可能性なんかない。で、これは経験した人間じゃないとわからない。で、そのまま連れて行かれて、その後、私について来てくださいって言ってたんですけども、それついて行ったらどんなことになるかわからない。そもそもで言うと、どこに連れて行かれるかわからないし、佳子さまである各所なんかないからっていうのは、僕はね、ここで住んでいて、やっとこれを、YouTube で言ったりだとかして、政府の方で、スーパーコンピューターの調整をしてくれたんだと思いますけども、どんなことが起きてたかって言ったら、自宅前の廊下を誰かが全然違う人間が通り過ぎた時に、深田恭子の声が聞こえてきたり、まあ他の人間もそうなんですが、淡井圭介と結婚話をした人間の声が聞こえてくると。で、家のドア開けて廊下見るでしょ？通り過ぎた人間見るでしょ？全然違う人。顔が変わってるとかそういうことじゃないです。根本的に違う人です。で、精度がものすごい高い声で聞かされるんですよ。どう考えても本人が言ってるようにしか聞こえない。心の声の方でも、喋ってる音声の方でも。じゃあ無理じゃないですかって。ちゃんとマスク取ってみんな自分で話しないとって。天皇陛下が言ってるんですよ。ちゃんと会って話し合うことって。それを警察官2名の人で僕の自宅まで伝えに来てくれてるんですよ。他の、成人様からの伝言っていうものを他の人たちも伝えに来てくれています。他のこともいっぱいね。だけど僕は皇居行った時にすぐに合わす手配とかをしない以上、別に仕事終わった後プライベートの時間帯に会って話し合いしたらいいじゃないですか。そうでしょ？で、これを天皇家の人たちが見て、もう多分、見ようとしないのかもしれない。自分たちにとって都合が悪くなるから。もうこちらも頭が痛くなってる。今電波で頭が痛いっていう声が聞こえてきたんですが、僕の頭も痛くなってる。頭痛くなるような行動をしてるのは誰ですかって、あなたじゃないですかって。もうこれ言わざるを得ない。で、ある程度皇族の人たちに対して、ある程度のことは言っていいはずなんですよ。そういうふうな事情があったんだから、裁判所では真実が全てなんだから、今、天皇陛下を訴えるとかそういうことを言ってるんじゃないんです。本当のことを話しなかったコンピューターからこういうふうなことを、誰それが家の前の廊下を歩いて、こんな現象が起きてるっていうことを言って、これコンピューターの設定とか変えてもらわなかったら、ただこちらはものすごい毎日疲弊されるんです。苦しんでるんです。じゃあ、あなたたちは、皇族の人たちは、淡井圭介を苦しめるために会いに来てたんですかっていうことなんです。僕も4回以上行きましたよ、皇居に。会わせてくださいって。かかった費用だけで10何万かかってます。話し合いしましたかっていうことなんです。2019年に関しては、2回、皇居の方へ行って、皇居行った後、テレビ局の方に行った時もあります。そしたら受付に、眞子さまがいました。だけど眞子さまは、自分から、私たちの連絡先は知っておいた方がいいとか言っておいて、後から聞いたら連絡先なんか教えてくれませんでしたよ。電話番号。このややこしい件に関して、ただひたすら逃げに回ってるのしか見えない。積極的に自然再生可能性を進めようとか、そういう意思が感じられない。だからこれは世界に対しての SOS として、YouTube でも発信しておきます。で、これは一度何回か発信してるんですよ。だけど、どこの国も援護してくれてないっていう結論になります。っていうことは、進めれるわけがないんです。そこの現場に岸田総理とかも来てなかったから、仕事納めってね、皇宮警察の吉本さんたち言ってたじゃないですか。他の警察官は言ったかもしれない。最初2人、年配の方がいらっしゃって、それ以外の人たちが4人来たじゃないですか。で、その人、最初の2人に言ってた内容と、その後4人に来た内容、来て一人一人バラバラに喋ってるから、みんな聞いてる内容バラバラだから、それさっき聞いたとか、ああ言ったとか、こういった話になる、から、だからホームページ淡井圭介の履歴をくまなくしっかりと見てほしいになるんですよ。だまず結論として、じゃあ次、ホームページ淡井圭介の履歴の、まず何から見たらいいのっていうことを、しっかりと、まあ、一応、吉本さんの方に、電話をかけたら、一応つないでくれるとは聞いてるんです。だから、そこを、その人を窓口にして話つなげていかなかったら、まあ、
宮内庁の方とかへの電話番号だったら、あれ、多分兵庫県警とかにつながってるでしょ。聞き覚えのある声の人が出てきて、その人、兵庫県警で見たことあるんですよ。で、急に電話切られたりとかで、自分の方から、多分その人も、今はもう引退されてると思うんですけど、老婆。で、自分も一緒に、佳子さまが子供の頃にね、連れてきたりとか、鳴門ルネサンスリゾートホテル、徳島県。その時は、警察官で、そこの勤務先でも名前はアリーと名乗ってた人です。その人は麻布警察署で見ました。テレビ局、テレビ朝日に行こうとしていた時に麻布警察署の前から出てきていて、で、そんなところへ行くんだったら俺が一緒に行ったろかっていうふうなことを言ってたんですけども、もう覚えてないですよ。もう、1回か2回は聞いてるんですよ。そのナルトルネサンスリゾートホテルで勤務してる時に警察官だっていうことは。だからその時1回目聞いた時に身分証明書とかと一緒に見せてもらわなかったら、僕からしたら、この人何言ってるんだろうとしか思えないんですよ。だから警察官という認識は最初から最後までありませんでした。ナルトルネサンスリゾートホテルで働いている時にね。だからそういう人が警察官の服装をしていて、急に声かけられても、まず、それが2003年の頃で、その後、10年後ぐらい経過してから僕に、その麻布警察署から声をかけてきてるから、まず、わからない。どこの誰か。何やろ、あの人って。なんか、久しぶりに声かけてきてる人、けど、こんなところの知り合いはなんかおらへんよ。っていう感覚しかないんですよ。これね、有馬警察署だった人が、東京の方に勤務しに来てるとか、四国の警察署の人なんでしょう、本当、アリーさん。その人が、麻布警察署に行ってただけなんじゃないんですか。それするんだったら、最初から僕に連絡してくれたらいいじゃないですか。なぜ全員それができないんですかっていうことなんですよ。僕のホームページに、目次とかのところに電話番号をちゃんと公開してるんですよ。じゃあ、プライベートの時間帯使ってでも自分から電話かけたらいいじゃないですか。僕はプライベートの時間帯を使って行ってますよ。警察官の人の場合は民事不介入で逃げようとするでしょう。今、別に裁判の件を指摘してるんじゃないですよ。プライベートの時間帯だったら民事介入できるじゃないですか。刑事とわけで。で、刑事訴訟法の前に民事訴訟法を見てもらったらわかると思いますけど、最後の方、刑事訴訟法に変わるじゃないですか。刑事に。もともと一体化されてるんですよ。刑事の方も賠償金とか払ったら、ね、拘置所から出れたりするじゃないですか。だから保釈金って呼ばれてますけども、してることはあまり変わらないんですよ。で、六法全書の内容を見れば見るほど、法律よくわからない人は後から余計な法律作ってるでしょって、そういうことなんですよ。お金儲けのこととか頭なんかちらついて。もう絶対そう。切手代とかを求め始めた以上。普通の行政は郵送してくるとき、区役所とか市役所。切手代求めてますか求めてませんよね。無料で郵送してますよね。そういうもので良かったんです。で、訴訟費用に関しても、そんなものは後から、確定するものであるから、訴訟費用を最初から求めなかったらいいんですよ。で、あと、訴訟費用の救助申請を見て、訴訟をするのに妥当かどうか、この人に勝訴の見込みがあるかどうかっていうものを裁判官が判断して進めればいいんですよ。で、そこは法律名とか第何条とかを求めちゃダメなんですよ。だって法律のプロじゃなかったらそこまでわからないことが多いんですから。で、あと、相手がどういうふうな言い分があるかわからないから、とりあえず法廷出てきてもらえませんかと。こちらの言い分はこうですと。で、こうしてほしい、ああしてほしいがありますと。で、それしなかったら誰も動かないんだから、真面目に。プライベートの電話番号だったら明かせないけどって、それみんなが言い始めたら、この件絶対解決できない仕組みになってるんですよ。だってアポイントは取り付けれないんだから。
その吉本さんを窓口にして取り付ける方法はあるかもしれないけども、多分無駄だと思う。何しても。だって伝わってるもん。天皇陛下とかに。テレビに向かって言おうとか別に言わなかったとしても、頭の中で考えた内容が現場に伝わってるもん。スーパーコンピューターが稼働して、未来の。だから2013年の成人様がまだ皇太子殿下だった頃に、ジョー・バイデンさんが副大統領の頃に、未来の方でね、ジョー・バイデンさんが大統領になった時に、トランプ大統領が終わって、任期を。未来ではその方が、大統領になられてますっていうことで、成人様は分かりましたって返答されてるんですよ。ちゃんと喋って。口動いてます。こういうことをずっと繰り返してるんですよ。で、佳子さまも、だから、今年の10月だけじゃなくて、その数年前も歩いてたみたいなんですけども、2019年以降。だけども、家の横歩いたところで、僕に声かけて話し合いしなかったら何にも解決しないじゃないですか。武田恒康さんもそう。2002年サンパレス六甲勤務時に、ニューヨークの間というものは、その当時1階にありまして、そこに働きに来ていました。一緒に働きました。で、向こうも友達、年齢も近いし、友達っていうことでいいよって言ってくれてたんですけども、特にその後何の関係もありません。で、そこまで一定委員会では、僕を補佐人として読んだらいいとか、その賃金の不払い、供託金の話とかもしたじゃないですか。先ほど、秀和株式会社でね。もうそこも最低賃金法を下回るような労働のさせ方をして、で、さらに供託金まで、押収してと。あ、もうむちゃくちゃ。で、それを上司として警察官が、ついてしまって、で、それは経営者である人たちの判断でそうなってるはずだから、契約者を誰と交わした云々の話でいくと。役員の人たちなんですよ。けどその当時門谷統括、その後支配人という形で秀和株式会社の登記簿にはなってますけども、代表取締役社長は矢野秀勝さんという方で、ただその人も警察官になっている可能性が高い。有馬警察署で、もうそっくりな人が来ていて、急に普段見かけない人で、で僕は考えた時にね、あれ矢野秀和さんも警察官って思ったんですよ。そしたら、それが、僕は伝えようとしてたんですよ。伝えようとしてないのに、コンピューターが勝手に矢野秀和さんかもしれないその警察官の人に伝えて、その人ははっきりと大きな声で言ってるんですよ。僕はその人じゃないからって。だって全て明るみになったら捕まるのは自分の方だ。損害賠償金を払わなきゃならない自分の方だっていうのは分かってるからでしょ。こんな社会の回し方無理ですよ。だってスーパーコンピューターが隠蔽に回るから。いつまでたってもその訴訟が始められない。だって、秀和株式会社と、あともう一人、神戸市北区の、主査のものを、二人を訴訟費用の給付申請が通って訴えたときに、僕精神病院に入れられてますもん。隠蔽。コンピューターの稼働がそういう風な稼働の仕方をするから、だからどこからどこまで、頭の中をジャックできるんですかっていうことになるんですよ。わかります？言ってる意味。もう何かを聞かされてる時代でジャックされてるんですよ。コンピューターは、例えば、もうテレビでも公表されてますけども、AI のコンピューターの将棋とかね、もうどれだけ段の上の、トップクラスの人間の将棋のプロ棋士が打っても勝てないと。それ多分頭の中読まれてるからですよ。で、なんて先までとかも考えれるコンピューターは、じゃあ人間がこう考えた時にこれを伝えたらこの人はこういう反応をするっていう方はもうコンピューターは分かってしまってるんですよ。エシロンや富岳や他国のスーパーコンピューターがあるから、スーパーコンピューター富岳で、エシロンは多分システム名だと思います。これ全国紙の新聞とかでも公表されてますけども、人間が喋った音声をもう今では100年分記録してるらしいですよ。で、それはどうやら本当のことです。なぜなら僕がもう忘れていた会話で、父親と子供の頃に、小学生ぐらいの頃、もしくは幼稚園の頃かもしれない。そういった頃に会話した内容を、コンピューターが聞かせてきていますもん。どちらかというと、心の声のような聞こえ方で。っていうことは、エシロンとか富岳の、そのシステムっていうのは実在するのであって、その話もその新聞がね、100年分
記録してるっていうことも本当であって、本当はニュースを見ていて気づくと思うんですけど、電波で映像を採取して、それを放送してる。で、そういったことはそこまで言っていいんかじゃ、世界丸見で、見えでも、しっかりと放送されています。で、全国紙の新聞でもその内容に関しては放送されています。あ、放送というか、掲載。それ非公表のものじゃないんです。っていうのは、例えば法律で、都政六法で公文書公開というものがあって、普通の法律で各政令指定都市は都政六法の内容に従わなければならないとか、いろんなルールありますから、から公表しなきゃならないんですよ。だから政府は隠し事はできないんです。それがあるからいろんな書類がインターネット上ですぐに出回るんですけど、みんな検索ワードがわからないから、わからないんですよ。何を見ればいいのか、どう打ち込めばそれが出てくるのか。今僕は何が言いたいかって言ったら、その、してることに意味がないんですよ。いろんな人間が会うとか言って僕の家の横通り過ぎるでしょ。ただ交通費の無駄遣いですよ。で、こちらが東京行ったりするのも結局交通費の無駄遣いでしょ。後続の人は昔僕に電話かけてきていたんだから、僕の電話番号を公開してるんだから、ホームページ。電話かけてくれたらいいじゃないですか。それによって予定を組んで会って話し合いしたらいいじゃないですか。もうなんなら電話でいいですよ。その代わりその内容は世間に公開させてくださいっていうことにします。そうじゃなかったら無理だから。覚えれないから何年か経ったら僕も忘れるんですよ。本当に。だみんなで僕のホームページを見て、あの時こういうふうな話し合いになったっていうのを確認するような場にしたらいいんですよ。それしなかったらずーっとみんな同じ行動してる。意味がない、そこに。ただ、時間の浪費と、あと、自然再生可能エネルギーの河川水門回収玉発電と地下水流トンネル発電とか、窯の発電が始まる気配が全くないんです。だから僕ももう、これお手上げなんです。これは、岸田総理や、まあ、まだ長い間国会で残るとされると思われる小泉純一郎さんの息子さんの小泉に、新一郎さんでしたっけ、まあ、彼も、岡場駅の近くとかで通り過ぎたりし、僕の横通り過ぎたりしてるんですけど、顔がもうだいぶくしゃくしゃになってる。で、他の人と話しながら階段登ってきてるから、話するんだったらそこの隣の人と話するんじゃなくて、僕に向かって話をしないと。声かけて。そうじゃなかったら僕は気づかないから、横通り過ぎるだけ。で、本人が、僕が、喋ってもないでしょ。どういう内容を聞かされたんですかっていうことなんですよ。多分自分たちの都合のいい内容は聞こえてきてる。で、淡いケースが気づいていたとしても、僕も声かけれない状態ってあるんですよ。例えばね、今年だったら、顔がもう全然、もうむちゃくちゃな顔に変わってる、普段テレビ出てる時の顔じゃない、フィギュアスケートの男子、高橋大輔というものが、僕の横を通り過ぎた。その前に、フジテレビ、のミュージックフェアという土曜日の夕方18時から放送される番組で和楽器バンドのドラムとして出ていた高橋大輔が。で、そこで声をかけたら彼が出てきたんだけども、出てきた時は髪の毛まだ染めてる状態。で、顔めちゃくちゃな状態。で、一瞬僕はその人間を見た時、あれ、高橋大輔かなって思ったんですよ。そしたら彼はこう言ったんですよ。それでも会えるって言ったんですよ。会話噛み合ってないんですよ。それが聞こえてるんだったら自分から言ったら高橋大輔ですって。こういう理由で来ましたって。ただ、僕の心情としては声かけようかなと思ったんですけども、その時期は日本、阪神タイガースの、クライマックスシリーズが控えていて、日本シリーズが控えている状態だから、さすがに僕はそこは声かける気はしなかった。やめとこうって。まず、なぜかっていうと、理由は、今、高橋大輔に声をかけて、一体何があるんだろうって。やっぱりそういう気分になるんですよ。で、あと、阪神タイガースのこととか、ヴィッセル神戸の優勝があったから、今年もここまで頑張ったんだからって。これで優勝逃したら、絶対僕、後悔するって。何のために頑張ったか分かんなくなるから。これ、人生これなんですよ。何のために頑張ったか全く分からなくなることほど、
かわいそうなことはない。例えば年金に関して、国民年金と厚生年金だと思うんですけども、これ両方ともを合算して2000万かけてなかったら、一月15万円の給付にたどり着けない。それも60歳からの給付の話なのか、65歳からの給付の話なのかわからない。で、ほとんどの人間は90歳以上生きないです。これ老人ホームとか働きに行って分かりました。老人ホームの人が、知り合いの老人ホームとかにいろいろ聞いてもらいましたけども、100歳以上の人は見たことないって言うんですよ。だと思いますよ。僕も自分の身の回りで100歳以上まで生きたい人なんかいませんでしたから。で、テレビ局は何を放送してるかって言ったら、100歳以上の人たちって昔撮影した人たちのその当時の年齢がね、例えば70代とか80代の人たちが、その後もう一回同じ VTR を使うことによって、その時間軸に合わせた年齢に変えて、もう一回同じ VTR を使ったりするんですよ。もうめちゃくちゃ。で、人口統計自体、二重国籍の人は、例えば日本とアメリカで国籍を取得している人、例えばアスリートの人たちとかでもそういうことをしている人たちはいます。商業原理とかで役員としてとか会社のつながりとか大企業の、社長さん、会長さんとかが二重国籍、三重国籍の方たちはいらっしゃると思います。その方が都合がいいから、便利だからとか。まあそういうことで。じゃあ実質一人しかいないのに、世界の人口統計では二人になってしまったり、三人になったりしてしまう。で、日本は島国で、まあ、昔の移民政策とかあったから、他国でお亡くなりになられた方たちがたくさんいた。で、商業原理で他国に行った人たちも存在する。で、日本に死んだけども死亡届がまだ届いてないから、日本では100歳以上の人が何万人もいらっしゃる。90歳以上の人たちがこんなにもたくさん存在すると、こういう馬鹿げた話になってたんですよ。じゃあ、100歳以上の人たちは第二次世界大戦の頃30歳ぐらいの人たちなんですよ。で、90代の人は20歳ぐらいの頃。20歳ぐらいの人。で、安倍政権の頃にこれ世界中で、これは日本というよりも他国の人たちがそういう、死亡統計をカウントできる技量の持ち主の人たち、要するに、現戸籍謄本とかで自分の6代前まで、遡って、発行されるものがあるんですね。それ10何万かかるんですよ。司法書士さんとかに頼んだら作ってもらえるんですけど、10何万かかります。で、ということは調べれる人は司法書士さん以上の人たちでしょ、法的に。ちょっと詳しいことは僕もわからないんですが、もしかしたら公務員の人たちで、例えば、部長以上の人たちとか局長以上の人たちが調べることができるとか、そうかもしれない。だけども、その辺のところは僕はわからないんですけど、第二次世界大戦が終わった頃なんで、ワープロ打てたらすごい方だったんですから。パソコンなんかまずほとんど一般人なんか普及しないです。まずないです。会社での普及もなかなかなかったんですから。一般的な小さな会社ね。そのところパソコンなんかなかったよとか。昔は手書き。だからタイムカードが出てきたのは何年ぐらいでしたっけ？第二次世界大戦すぐの頃にタイムカードなんかありましたっけ？プロペラ機だったでしょ？第二次世界大戦の頃。だから世界のその移民したところのブラジルとかチリとか、だからチリにも、移民政策で行かれた人たちがいるから、だから今年佳子さまは訪問されたのであって、で、それは皇室の責任でもあるから。テレビとかでね、海外の方が富豊かになれるだとか、そういうふうな形で送り出されていた。もしくはその行った人たちも日本国内は食料不足だから率先して行った方かもしれない。まあ、それは台湾でも同じだし、フィリピン、ベトナムとか、まあ、中国の残留孤児とか、ロシア、旧ソ連圏の、まあ、戦争関係でね、抑留の人たちもそうかもしれないし。だから、日本はミャンマーとかあの辺りまで進めていたでしょう。だからそういうふうな地域まで広がっていたし、商業原理とかでも、例えばカタールの、ガス、の採掘に関しての、その機械類に関して工場というか、その採掘現場、そういったものは日本のメーカーが作っているから、やっぱり日本人が行ったりする。で、現地の人たちと結婚した例に関しては、やっぱりそこの国に留まったりする、形でそこの国に留まったりされる。だから他国でお亡くなりになる人たちがいて、で、その国の国籍を取得してるから、これは自分が公務員になった時に、
に考えてみたら分かると思うんですけども、そこの国の人の死亡届が医者から上がってきて、医者からまず上がってくるんです、死亡届はね。でそれを、区役所とか受け付ける、で、死亡という判定がされる。その後窓口の人がね、司法書士さん以上の人で、政府の行政からの指令があれば、この人がもともとどこの母国の人か、しっかりと調べますっていうことになるんでしょうけども、そうじゃないでしょ、司法書士さん以上の人たちばっかり並んでます、違うでしょっていうことは、これ責めてるんじゃなくて、どうしても作業的に別に調べないっていう形になっちゃうんですよ。だから世界中で人口統計が狂っていた。日本は島国だから移動は船に乗らなきゃ、飛行機に乗らなきゃできないから、基本的に。だけど陸続きのところはどうなっていたかって言ったら、往来がものすごく激しかった。だから二重国籍の人たちが増えた。だからアフリカ大陸の方とか出生率がものすごく上がってますけども、あ、多分二重国籍三重国籍の人たちが増えて便利だから、貿易があるから、いろんな難民とかの件もあった。でそれによって死亡届は回ってこなかった。だからあんな出生率になったということ、これだけだったと思いますよ。世界中の先進諸国はどこも少子化なんですよ。それ生まれてきてる男性と女性の数を見ればわかるんですよ。だ日本人に関して、政党交付金の方で言うと、1杯250円のコーヒーかける人口の話始まってるんですけど、六法全書とかでも、250円って書いてます、政党交付金のところ。で、かける人口。で、どうやら6000万人で計算してるみたいです。これ、淡井圭介の方で今人口調査してますけども、前輪の地図とかをコピーして。これ、3分の1もありえますよって言ったら、いやいや、訂正、5000万人台もありえますよって言ったら、どうやら6000万人台ぐらいで計算してるみたいで、受け答えをした形で国会議員の人とね、6000万人下回る可能性ありますよって言ったら、それだったら僕たちが悪いっていうことになるって。そこから給与とか出てたのかもしれない。わからないですよ。ちゃんと調べなかったら、正式な書類見せてもらわなかったら。僕も、会話自体はね、僕も、大真面目にすぐにさっと返答してくるんですけども、あまりそれすると、詳細を述べてもらって、途中でテレビでカットしないで、その音声流してもらわなかったら、口が動いてるところ、プラスでね。それしなかったら、詳細がわからないですよ。正直、公文書公開という法律使って、もう全部洗いざらい、公開したらいいんですよ。もしかしたらもう公開してるのかもしれない。だから、ただ単に検索ワードがわからないだけかもしれない。みんなが。でその部門だったら、厚生労働省の管轄だとか、そういうふうなことだから、他の大臣には検索ワード、あ、ちょっと聞かんと俺らもわからへんわっていうことになってるのかもしれない。もう実態これなんですよ、社会の。別に隠そうともしてないんだけども、しっかりとも伝わってないし、そもそも検索ワードがわからないってこういうことになってるんですよ。ある程度一斉放送で人口統計は間違ってるっていう話はしてもらってるんですよ、テレビで何年も前に。いろんな報道番組プラス池上彰さんのニュースそうだったかもそうだし、でそれは移民政策あったからですってちゃんと詳細に述べてるんですよ。だけどもそういう知識持ってる人はほぼいない。公務員レベルでも、公務員レベルの人が覚えてないんだったら、その辺で働いてる例えば飲食店のね者たちがそんなこといちいち覚えるかって言ったら、自分の仕事と関係ないから覚えないでしょ。本当は関係あるんですよ。人口統計は間違ってるから今出店してもこんなもんどうせ後で破産するって倒産するっていうことは分かってないっていうことなんですよ。だ本当はみんな覚えなきゃなんない。だ僕はホームページ淡井圭介の行きで37番か8番かのそれぐらいのところに世界58番かもしれない、世界の5大問題っていう内容を記載してます。エネルギーの残存量問題。これは石油とかガスとか、石炭、ウラン鉱とかそういったものです。統計出してます。国連発表のね、数字載せてます。それはもう許可いただいてます。僕は20歳ぐらいの頃から。君だったらホームページとかそういうことに、公開してもらってもいいと。もともと本当はそういうものであると。インターネットでも本当は公開してるからと。ただ、インターネットでは間違えた数字とかもいっぱいいろんな会社とか作って出してくるから、間違った情報とかも一緒に出てくるんですよ。ウラン鉱が残り850万トンあるとか言ってる内容はあるんですが、全然違いますよ。世界国勢税、国連統計では技術的に採掘可能な埋蔵量を470万トンですから、残り。だから今まで採掘したものまでプラスしてるのかもしれない。850万トンの話の方は。だそこまでの詳細書いてくれてないか分からない、インターネットの記事見たら。嘘じゃないかもしれないけども、抜けているとか。
だからもう半分ぐらいもう消費してしまったんですよって。で、いや、そのエネルギー関係のことは36番を見てください。そこからアクセス、YouTube で僕が喋ってる内容とかアクセスできるので、それで、わかります。正式な数字とかも出してるんで、それ見てもらったらわかります。だから本当のことがある程度、読み取れたりわかるようにしたかったら、僕も意見変わってるんですよ。信じちゃうから、世界国政全員書いてる内容。判断間違えるんですよ。だから、多くの国で、まあ、石油はある程度採掘できてるんですけども、例えば日本だったら全体の消費量の数パーセント、秋田県。5% なかったですよ。石油の採掘。ないない、全然ない。全然足らない。で、メタンハイドレート掘ってます。で、鳥取県の沖の方で。だけども、全体のガスの消費量の 3% なかったと思います。2% もなかったかもしれない。掘削スピードっていうものはある程度で限られてるから、急に世界中でもう完全にゼロになったり、掘削量が少なくなってしまったら、じゃあたくさん埋蔵量のあるサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とかベネズエラとかアメリカロシアとかにみんな群がって買いに行ったらどうなるかって言ったら、採掘が追いつかないっていうことになるんですよ。無理だって、回らへんって。だから車をたくさんこんなに売ったのがそもそも失敗なんですよ。トヨタだけじゃなくて、世界中のメーカーが。みんな電車バス通だよって、政府と自動車メーカーはずっと言ってりゃよかったんですよ。そうじゃなかったら無理だからって。どうするんですかって。もう54年分ですよって。最後の最後まで売ってくれるわけないでしょって。それぐらいわかるでしょって。ガスなんか49年分ですよって。ガスは7割は石油が揮発したものなんですよって。わかってますって状況って。急にもうここ10年後に輸入を極端に止まってもおかしくないんですよ、全然って。で、一応、南極条約では2048年まで、資源の採掘は禁止されてるんですよ。で、G20 ぐらいの国が大体集まって40カ所ぐらいで、掘削地点をね、もうすでに作ってるんですよ。採掘始めるのは2048年にしてるのは、もうその頃になったら、もうみんな、サウジアラビアとか、ベネズエラとか、まず石油が残っていそうな国のところにみんなたかっていくしかないっていうことになるんですよ。でそこで、もう無理、もう俺らも採掘追いつかれへんからって言われたら終わり。で、今この話をしてるのを、そのまま受け止めてる人は、100年後、200年後生まれてきてる人たちのこと全然考えてない。それどころか50年後に生まれる人たちどころか、今の20代の人たちのことすら考えれない人。ないよ！はっきり言う。あるわけない。今のペースだと。今の知る状況だと。河川水門開始ダム発電とか地下水流トンネル発電、もう1998年ぐらいの頃から僕は河川を撮影とか始めて、ある程度のことを言ってるんです。その時に行政とか経団連が一体化して GO で作ったらよかったんです。そしたら今頃、全電力のほとんどを自然再生可能エネルギーと、まあそれを水力発電でもいいし、自然再生可能エネルギーと見てもらってもいいです。あと、カモダ発電プラスすれば、ほとんどの電力賄えてるんですよ。で、オール電化もかなり進められてる。田舎の方ではガスボンベをいちいち各家に運んでるんですよ。で、家の横に取り付けて、で、ガスの供給してるんですよ。ガスのコンロとか湯沸かし器とか。お風呂も同じ。で、運搬するのにガソリン消費してますよねって。じゃあそういうふうな、田舎の方からオール電化してもらって、みんな電車バスどこですよって。ただでさえ電車ガラガラじゃないですかって。電車がなくなる話になっちゃうから、それやめてくださいと。みんな電車バスとこって。大体それで行けるんだから。バスの本数が少ない？それみんなが車乗ったからですよ。みんなが車乗らなかったら、バスの本数が増えていた。行き来しやすかった。待ち時間も少なかった。これが結論なんですよ。で、東京都とか大阪府とか、もう神戸もそうなんですけども、高いビル建てすぎ。そんなことじゃエレベーターがつく。エレベーターがついたら電力消費される。無理。人口こんなに少ないんだったら最初から4階建てのエレベーターなしの建物を作ったらよかった。マンションとかアパート、公営住宅だったら。これが答え。で、空き家は東日本大震災の頃に600万件台だったものが今も1000万件超えてるんですよ。家作りっぱなし、建築業界が。何も知らない人たちが、集合住宅とか作ってるから。入居者、
いないよ。いるわけないじゃない。人がいないんだから。自分の親の家引き継ぐ人は引き継ぐんだから、それで生まれてきてる人、男性と女性の数があの数なんだから、誰が買うの？日本全体ですよ。建築工事をすぐやめないと。エネルギー消費するから。万博もやめないと。これが正しい決断。だけども行政ができてなかった。国会が機能してなかった。こういうことなんですよ。これが答えです。で、あと、天皇家の人たちとかも、協力してくれるのかって言ったら、誰も協力してくれない。テレビ出演者も協力してくれない。じゃあ僕が東日本、阪神淡路大震災の被災者の時に、世界中の政府上層部とか、売ることに関してはみんな協力してくれるんですよ。だから議員さんに関してはそれで票が入ってくるからかもしれない。わからないですよ。それは建築業界に仕事回すのも票が入ってくるからかもしれない。じゃあその人たちが高い基本給で高い年収を手に入れたから、だから仕事回してたっていうことでしょ。余計ダメじゃない。捕まる方じゃない、あなたたちって。そういうことなんですよ。で、今捕まえようとかそういう話をしてるんじゃなくて、早く自然再生可能エネルギー、河川水門解析玉泉とか地下水トンネル発電もそうだし、僕の結婚話もこれ何だったんですと。まだどうせ、また今日の朝のね、2023年12月29日、昨日皇居行って、もう帰りしなんかで、電車賃浮かせたかったから、JR の乗り継ぎで帰ってきましたよ、在来線の方で。普通、最初普通電車。で、熱海の方まで行って。で、そこから、新快速か快速かな。途中、やっぱり普通電車に乗り継ぐような形になります。新快速とか快速も各駅停車になるから。で、ある程度のところから新快速とか乗り継いで、家帰ってくるまで大体12時間ぐらいかかってます。だけども、電車賃は、東京から、JR 三田駅、三田市にあるんですけども、兵庫県の。そこまで9300いくらぐらい。まあ、大体9400円ぐらい。新幹線使うと、新神戸から東京までで、1万5000いくら、片道。で、あと、地下鉄と神戸電鉄の料金がかかってくる。まあ、三田までだったら在来線だったら、あと、まあ、三田から田尾駅までの料金で済むので、まあ400円くらいですかね。ちょっといくらか忘れました。だから、全然変わってくる。で、これ、無理です。皆さんに対して残念なお知らせなんですけども。自然再生可能エネルギーを、河川水門解析玉発電、地下水流トンネル発電に関して、協力者がいないから、これ無理です。淡井圭介に電話をかけれる人が協力者なんです。急に自宅来るとか、それはなしにしてください。予定があるから。来たけども、ピンポンしたけども、いなかったとか。そうなるから。着信利益が残るから、電話かけたら。僕は折り返し電話するから、時間あるときに。で、留守電サービスとか使ったらいいじゃないって。僕の電話にも留守電、伝言サービスついてるから、そこで言ってくれたらいいじゃない。全員で知らんぷり。絶対滅びる。もう10年後絶対偉いことになる。大変なことになる。10年後じゃないかもしれない。大変なことになるのは。だって、エネルギーの消費は加速してるんだもん。渡航制限かけた年だけ、その前年対比で、エネルギーのガソリンの消費っていうのはちょっとだけ少なくなってる。それはもうほんのちょっとですよ。1割に満たないんですもの。J リーグだって、もともと採算性なんか合わない、FIFA のワールドカップの話でみんなの税金使って、スタジアムを建設あるのに作ってしまった。もともと、日本全国で複数本拠地制度で12球団2リーグ制にしていればお客さんも入るし、だから下位の方の球団見たら分かる。ある程度、もう半年ぐらい経過してから、下位の球団、お客さんのほとんど来ない来ない。関係者の人間は来さされる。お金払って。だから、12球団2リーグ制だったら、
さすがに最下位の球団はお客さん来るかどうかで考えても分かると思うんですけども、半年も経過するとね。だけども、ゲームサウンドによってはある程度の球団まではお客さんは来る。だから複数本拠地制度だと、お客様の財布のお金、中身が限られてるから、それだとなんとかなっていたし、スタジアムもこんなにたくさん作る必要がなかった。で、エネルギーの消費も抑えれていた。こういうことになるんですよ、結論的に。だけども、ホームページにそういうことを、どこの球団が合併するかまで記載してるのに、だけども誰も協力してくれない。それは政治家が動くしかない。スポーツ振興法をなくす、エネルギーの残存量問題を最優先にして物事を考える後少子化問題とって、それしなかったら滅びます、両面で。極端に人口いなくなるから。もう生まれてしまった後です、2003年の後は。で、そのことに関して僕は SOS を発信してるのであって、で、まあ、この内容は吉本さんも見てくれてるでしょうし、いろんな人たちが見てください。各業界、音楽業界もそう。ね、阪神・淡路大震災の後、世界中の政府、上層部の人たちとか、日本の政府とか、経団連と一体化して、テレビ局も、海外に音楽業界の販売マーケットを広げた。それはアニメも同じ。宮崎駿監督の、風の谷のナウシカと、天空の城ラピュタ、その当時、その年に放映した時の、売り上げ見てください。驚くほど少ないですから。日本国内しか、多分、最初、放映できなかった。千と千尋の神隠しや、もののけ姫ぐらいの頃が、僕は二十歳ぐらいの頃だったから、それぐらいの頃、世界中に対してね、いろんなもの、販路を広げていったのは。で、そこに音楽業界とかもくっついてきてるから、海外に対して、まあ、日本のアニメがすごいっていう評価になったりだとか、日本はゲーム業界がすごいだとか、そういった部分があるから、そことタイアップとかで海外へ販路を広げることができた。それは阪神・淡路大震災が理由でもあったし、その後の、新潟の大きな地震とか、北海道の大きな地震とか、東日本大震災だとか、熊本の大地震、それらも理由でもあります。だから東日本大震災に関しては、給付金に関して、企業からの給付金含めて数年間で1兆円を超えました。阪神・淡路大震災は1000億円ぐらいでしたよ。それは僕がこの手の話をしたからです。東日本大震災の時に、岡場駅前で、まあ、少年野球の、子供たちと、その保護者か、まあ、監督コーチの人たちが募金箱を持っていましたと。で、大きな声で東日本大震災の人たちへ寄付金をお願いしますということを言ってたと。で、僕は阪神・淡路大震災の被災者であったと。当時生活保護です。だけども気合で1万円札投入しました。それは最初はこういう気持ちでした。阪神・淡路大震災の被災者だし、義援金1を1世帯30万円もらったし、お返ししなきゃなんないなと思って。で、それプラス、あとそこのね、その被災地への義援金の呼びかけを行っている、その子供たちの全員を無駄にしちゃダメだって思ったから。あとそこで僕は1万円札投入することによって、こういう人もいるんだよって。はっきり言うよって。僕お金持ちじゃないんだよって。一番最下層の人間。それでも本当は1万円札投入できるからって。自分で計算しました。その時は人口が本当に1億2000万人いるって思ってたから、1億2000万人かける1万円っていう計算だったんですけども、それ全員がその1万円札を、寄付したらどうなるかって言ったら、土地付き建物の一軒家、まあ、2階建ての、まあ、大体2700万円ぐらいだとしましょう。まあ、ちょっと田舎の方だと2500万円だったとしましょう。3万件以上経ちます。簡単に救えるじゃないって。1万円寄付しなかった人たちの根性がなかったからでしょっていう話なんですよ。その辺根性なんですよ。根性あったかどうか。ないよ。出さなかった人。僕他のところでも募金箱見つけたら、まあその後はね、生活上無理があるから500円玉とか、ある程度の硬貨を投入したりしてました。で、それでスーパーマーケットに募金箱を置くのはやめましょうっていう話になったんですよ。で、あと、札を入れなかった計算が大変。
五円玉とか一円玉だったら集計する人の人件費でなくなっちゃうじゃない。何をバカなことしてるんですか、給付金払う人も。もっと一番いいのは銀行に振り込むんです。テレビの報道でもそれしてます。集計コンピューターが自動でしてくれる。でその話をね、アメリカの経団連みたいなところか、まあ国連の経済理事会とかもあります。そういったところに生活保護者でも彼1万冊投入しましたよって。もう世界中の政府とかにも昔から関わってますから。で、淡いケースを知らない政府上層部の人間なんかまずいません。原油価格とか為替相場に影響を与えてるから。で、黒人初の大統領の話ももともと知ってる人は知ってますか。僕は二十歳ぐらいの頃に、中学生の頃に書いた人権作文を多くの人の前で読んだんですよ。で、そこから黒人初の大統領の話が始まっていて、で、その達成、していただいたオバマさん、それをもちろん支援してくれた人たちがいらっしゃいます、世界中で多分。で、だから、広島原爆投下の日にアメリカの大統領、今まで訪問なんかなかった。原爆投下の日に訪問なんか、ややこしい話になっちゃうから。広島の原爆投下をされた被害者の人たちは、謝罪を要求してくる人は要求してくる。けど、それを言われると、アメリカ政府としても、共和党と民主党の政権争いがある。じゃあ、そこで、謝罪をしたら、アメリカ国内でそれを叩く人たちがいる。叩くっていうのは、けなすっていうことね。正しいことなんですよ。で、被災者の人たちも、僕は、もう、原爆投下のそのご遺族の人たちも含めてね、被害者の会の人たちに、代表者の人たちに、絶対に謝罪を求めないでくださいって。日本がある程度先制攻撃したのは、もちろん僕も、それは世界中に対して、